おはようございます。釣り子 TV です。これ、ゲイリー山本の新しいワーム、ヤマタヌキ。これがね、いよいよ、釣り具屋さん店頭に並んでましたね。これはね、御徒町の、キーポン、ね、ちょっと立ち寄ってみたところ、前食ね、置いてあったんで、早速ね、一袋を買ってみたんですけども、そうですね、お正月ぐらいに、小森プロのところに遊びに行った時に、今年はすごいのいっぱい出ますよっていうことで、このね、ヤマタヌキの存在を教えてもらって、それでね、12ヶ月小森継彦亀山湖徹底攻略みたいなね、コンテンツを始めたところ、そこで使わせてもらって、早速2月にね、初めてヤマタヌキで釣れることができて、その後もね、その一粒お借りして、まあスライスしてみたりなんだりいろいろ使ってみたんですけども、非常に使いやすいワームだなと思ってね、実際に釣り具屋さんで販売開始されたらね、マジ買いに行こうなんて思ってたんですけども、これいよいよ買うことができました。で、価格はね、1100円ということでしたね。これね、こういう感じで見てみると、10粒。ね、たぬきさんが入っておりますので、まあ一粒100円ぐらいっていう感じですかね、そんな感じで、でカラーはですね、欲しかったこのブラックね、まあピンクとかね、魅力的な色もいろいろあったんですけども、ちょっとね、これは釣りにかかるワームだなっていうことで、結構ガチめにね、黒っていう色を選んでみました。まあ、カバーの中に入れ込んでね、で、シルエットはっきり出したいなんていう時にいいかなーなんて思ってね、たぬきさん黒色選んでみたんですけども、はい、こんな感じ。まあ、自分の行く釣り具屋さんだと、まあ、いろんなところにね、もう入荷してると思うんですけども、取り急ぎね、キーポンにはね、結構いっぱい入っていたので、カラーなんかもね、選んで買いやすいんじゃないかなーなんていうふうに。その他のね、釣り具屋さんもざっとね回ったんだけど、まだね、店頭に並んでなくて、それでもって、こんな感じで買ってきてみましたよ。で、あれ釣り子さんなんか動画とかでもやってるから、あれヤマタヌキとかもらえるんじゃないのなんて、いやそんなことはないんですね。あれね、小森プロから、略奪というかですね、動きとか、水中動画とかも撮るんで、もしよかったら、なんて言って、一粒お借りして、それでね、使わせていただいていたんで、こういう感じでね、出たらもう、がっつりね、買ってね、使っていこうかなっていうことで、まだこの他にもね、欲しいからたくさんあるので、順次ね、いいのを買っていこうかな、なんていうふうに思っております。じゃあね、早速開けてみてみますかね。こういうね、最近の新しい、なんだろう、ゲイリーのパッケージですね。これに入っていて、よいしょ。はい、じゃあ一粒出してみますね。はい、あー、黒締まってていいですね。こういう感じ。ね。うん。うわー、結構ね、ヤマタヌキ、張りのあるボディなんですよね。カラーによってもどうかな、ちょっと違いとかあるのかちょっとよくわからないんですけども、とりあえずね、今までね、触ってみたタヌキさんは、全部ね、比較的張り持ちの良さそうな、硬い感じのね、素材感。これによってこのお尻の、プリ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 っていうね、感じがね、すごいね、プッてね、ちょっと動かしただけで、プリってね、こうやって動くんですよね。わー、いいですね。で、真ん中には、スリットが入っていて、こう見えるかな、こういうスリットをね、入っていて、ここにフックをね、隠すことによって、フッキングが良くなるよっていうことですね。で、単体ではですね、5g を超えてくるぐらいの、結構ね、重量感のあるワームなので、小粒なんだけど、ベイトタックルなんかでもね、扱いやすいっていう、そういった塩梅になっていて、スピニングタックルで使うんだと、ちょっと張りのあるタックルで、やった方がですね、使いやすいんじゃないかなっていうね。で、合わせる針なんですけども、10番推奨っていうことなんで、こういう感じの、スーペリオフックでは、まあ、CO フックの10番なんかがね、ジャストフィットするんじゃないかなと思います。だいたいですね、こういう、ね、10番っていう針だと、早速ね、ちょっと一個刺してみますけども、頭から刺して、
キゼロ番だとちょうどお尻の少しね、手前に来るんで、こんな感じね、針先がこう出てスリットに隠すことができて、どうでしょうかね。20番だとちょっともう後ろまではみ出しちゃうのかなといった雰囲気なので、今回はね CEO フックのこれ10番つけておりますが、こんな感じがバランス的にはほど良いんではないかななんていうね、感じですかね。フッ素加工なんでつるっていう感じで刺さるんで、軸線が太いけどもガチッとね使えるんじゃないかなっていうことで、で動画の方でもね使ってましたけども、自分の場合はですね、まあちょっといろいろ試してみようっていう感じで、こんな感じのこれね半分に切ったヤマタヌキ、こうねスリット部分もあるんで半分に切るとこういう真ん中が少しね、ぽっこりした感じで切れるんですけども、スライスヤマタヌキ、これをですねいろいろ脇掛けにしたり、はたまた、もうちょっとね軸線の細い針で、ダウンショットにしたりしてね、まああとはねスモラバのトレーラーで使ってみたいなとかね、そんな感じでね、試しているんですけども、これっていうのが本当、まあ自分このね一粒ね2月に釣ったヤマタヌキですけども、これずっと使っていたんで、で最初まあこういう感じでオフセットで使うじゃないですかね、あの時はジグヘッドワッキーで釣らしてもらったんですけども、でまあ使ってるうちにこういうワームって肩のところがねここが裂けてきたりしますよね、魚を釣ったりするとね、でボロボロってなってきて、まあそこライターで補修したりしてね、普段は使うんですけども、このね魅力的なスリット、これがあるから、まあ、このスリットのところからカッターナイフとかで半分に切ったら、結構ね、ボリューム感あるんで、で、それを半分のボリュームにして使ってみたらどうでしょうか、なんて言ってね、まあ、なんていうか、その、ここの肩の部分がね、ちょっと裂けてきたりしたから、こういう感じにしてみた。ね。そうしたところ、これはこれでね、またね、よく釣れちゃうっていうことで、この半分の状態にして、まあ、霞ヶ浦から、野池から、まあ、いろんなところで使って、もう、何匹だろう。5、6匹、6、7匹は釣ってるかな。だから、結構ね、これ、1個で、で、河辺さんね、SNS で出されてましたけど、このお尻の部分だけ例えば切って、それはそれで、超小型芋みたいな感じで釣れちゃうし、まあ、これはこれでね、絶妙な飛距離が出るんで、遠く狙ったりとかですね、何しろ、このオリジナルの状態だと、この多分お尻のプリプリがね、こういう感じで、一番気持ちよく出るんではないかなっていう感じなんで、だからね、一粒で二度おいしい、三度おいしい、まあ四度おいしい、五度おいしいっていう感じでね、いろいろ使えちゃうんで、これはね、まあ大体10匹入ってますけども、まあ全部は全部やんないと思いますけどね、こうスライスしたらなんと、20匹入りになっちゃうってね、ゴリパターンなんかが効くときなんかにこれ半分に切ったりとか、はたまた、このオリジナル状態でベイトをタックルで使ったり、スピニングでもそんな、フルサイズで使ったらね、もうめちゃくちゃこれ飛んでいくんで、ほんとね、一粒でね、何度も美味しいんじゃないかな、なんていう風にね、思います。とりあえずね、このね、結構、湯葉なんかにも効くんじゃないかな、なんていう感じでね、黒色を買ってみました。で、ね、コメント欄を見ていたらですね、先日のこの、スライスしたヤマタヌキ、針は何を使ってますか、なんてね、コメントいただいたんで、たまたまね、今ごそごそ、釣り具いじっていて、これですね、昔からね、よく使っていた、デコイのですね、ショットガードワーム100っていうね、これガード付きのマス針なんですけど、これの5番サイズ、これをね、使ってみたところ、まあこれここにタックルあるんですけど、これ5番サイズね、うん、これがね、結構、良
ぽよこアクションとか出すのに程よいよなんていうね、感じで、ただね、まあ、ノーシンカーで使っていて、そんなに厳しいところ打ち込まないなーなんていうのがあって、最終的にはこうやって、ガードをちょん切ってね、使ったりしているんですけど、まあ、これはこの状態でまたね、なんていうかゴリパターンマス張りでやるときとか、ここがワームのズレを防いで、こういう感じのね、こっちにこうやって埋め込んで刺してズレにくかったりとかね、そんな感じで使えるんで、これはこれでまた使うんですけども、まあ最近買っている針で言ったらここら辺ですかね、スーペリオフックの M2 フックの5番、ね、これなんかフッ素加工していて非常に、めちゃくちゃ刺さりがいい針なんで、これの5番サイズとかね持っているんで、ここら辺とかですね、まあ何にしても動画の中でも言っていたんですけども、沈めるのをちょっと早める場合はね、もっと大きなね1番2番っていうサイズ感の、針を使ったりとか、 あとはまあ競争でいる時間を長くしたいなんていう時は、まあこの5番であるとか、果ては6番8番とかね、さらに小型に振っていくなんていうこともねあるんじゃないかなと思います。そこら辺は結構お好みで、沈下スピードとかを見つつですね、調整していけばいいんではないかななんていうふうに思いますけども、はい、こんな感じでね、いよいよ店頭に並び出したんで、気になっていた人はこう釣り具屋に急げっていう感じですけどね。で、その際はこういう感じで、10番のねフックがジャストフィットするので、まあお好みの針でいいと思うんですけども、まあ、自分の場合こういうスーペリオフックね、小森さん針の、10番とかね、ここら辺で基本的に使うことが多いですというね、そんな感じですね。はい、というわけで、まずはねこれ買ってきてみましたよって、まあ値段がちょっとね自分もよくわからなかったんで、1100円っていうところですよっていうところと、まあこんな感じの、最近のゲイリーのパッケージにねこういう感じで、タヌキさんいっぱい収まって売っているので、まずはねこれからじゃないですかね、スポーニングが終わって、縦に、ルアーが落ちていくのが、聞き出してくるタイミングとか、そのアフター回復したバスを、まあ、川筋でね、ドリフトさせて狙うとか、ね、そんなタイミングからがぜん効いてくる形状ではないかななんていうふうに思いますので、気になっている人は、ぜひチェックしてみてください。はい、というわけでね、本日の釣り子 TV はこちら、御徒町のですねキーポンに行ったら山たぬきがねいっぱい並んでいたんで、まずはね一袋買ってきてみて、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。